Alright, so, welcome to Chris の部屋。今日のビデオはね、やる気満々のクリスが質問を答えます。質問ですが、やる気がないとき、どうすればやる気が出ますかっていう、う本当にね、温かいコメントをいただきました。ありがとうございます。で、これについて5分で答えるのが こののビデオのチャレンジですです本当ににきるだけ真面目に答えます、OK、まずねやりたくない仕事をやっているとどうしてもやる気が出ないっていうのは現実のことだと思いますでクリスの考えは例えば自分のゴールがこっちだとするでしょこう行こうとしてるでしょでたまにこっちこっち行ってると思うんだけどこっち行ってるとこもあるよでそうすると壁に当たるんだよねこれ壁に当たるんだよね で、そこで、実は宇宙、ユニバースがあなたはこっち行った方がいいんだよっていうロードサインみたいな役割をしているっていうことを僕は思ってるのね。で、どういうことかというと、やりたくない仕事は実はこのロードサインなんですよ。ね。みんながやりたくない仕事をやってるから、あなたもやればいいっていう話、 じゃないっていうのはわかるでしょそれにはね当たり前だよねみんなが楽器からさとんび飛び寄ってさジャンプしてさなんだっけゲームであったじゃんグレムリンだっけレムリンだっけレミンズねレミンズでみんな壁からジャンプしてたらさね自分も一緒に行って壁からジャンプするしません OK そ、so, うみんながそのやりたくないことをやってて生活してもそれはあんたら関係ないんです自分は自分のビジョンを見つけてやりたいところに行っていくっていうのがもう本当にね 人生の一つの課題だと思うんです。Alright. あと3分30秒。Okay. そ、so, うだから、まずやりたくないことをやってたらどうしてもやり、やる気が出ないっていうのは、まあそれはしょうがないよ。Alright. So let's clear that.Okay. い、yeah, や、クリス、俺はめちゃくちゃやりたいことやってんだよ。もう考えるだけでワクワクして、本当に人のためになる。俺がこれやってるから誰かが助かってるんだ。超ワクワクするんだっていう、例えばそのビジョンを見つけて生きている。 でもね、やっぱりどうしてもやる気があんまり出ないっていう時があるんです。じゃあ、どういうふうにやる気をあげましょうか ?Alright? まずね、Frequency、Vibration の話、自分の頭の感情の話を超早く説明すると、幸せでゆっくりして落ち着いているゾーンっていうのがあるんですね。でそれは瞑想の後、ヨガの後とか、ね、そういうゾーンがあるんですよ。 でもう一つがやる気満々で「よっしゃー」みたいなゾーンがあるんだよね。で理想的なのはこの2つのゾーンでウェーブ状態で上下上下行ってるっていうのがいいんですよ。で悪いことが起きる変な人から変な文句を言われる傷つくことを言われるってなるとこの落ちるわけよ。ね。で落ちたら学ぶのね。でそれを守らないといけないっていう時もあるんだよ。 ネガティブなことが来きたらいらねえよって言ってそれ「帰ってくんな!」って。よしで壁を作るっていう時もあるんだけど今はやる気を出す話やる気を出す時はインキャンテーションっていうテクニックを使ってみてくださいでインキャンテーションっていうのは私はトニー・ロビンズから教えてもらったテクニックなんですけど言葉を叫ぶんです。 ね、言葉には力があるんです。悪い言葉といい言葉ってあるでしょ愛っていう言葉は、言葉なんて誰かが土にさ、枝で書いたものだから生まれてきたんだよね。言葉って漢字とか。で、実際には、そのバイブレーション、人の気持ちが入っているんですよ。で、それを見ると気持ちが戻ってくるようになっているの。で、これを叫ぶの。例えば、一番いいのは、Yes!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  Yes, 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 yes っていうのね。 で日本語の場合だったら、よしよしよしで、やりたくないけど、体も入れて、触れてやるわけよ。で、そうすると自然にやる気は出てきます。で、いろんな、よしよしだけではなくて、例えば、もう一ついいのは、I love myself.I respect myself.I honor myself。私は自分を愛している。私は自分をリスペクトしている。私は自分を尊敬している。I love myself.I respect myself.I honor myself. Right? That's another good one Another one is I create my wealth with balance and joy でこういうのを結構実際にやってくると脳に新しいパターンができてきて It's called anchoring NLP でアンカインと呼ぶんだけど実際に考え方が変わってくるんだよねでもしいつも不安になってるって言うんだったら実はあなたは頭の中で自然に 自分が落ち込んじゃうような質問を結構頭の中で繰り返していると思うんですよ、ね。昔の僕の場合だったら「やべえなこの仕事やっててどうやってキャッシュフローどうやってみんなのキ料ルを払うんだろう」「やべえな,みんなビジョン自分のビジョンをやめて仕事を真面目にやった方がいいかな」とか、ね「どうやって売り上げを出すんだろう」っていうことを考えると普通にこのゾーンでもどコ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 どこっていっちゃうよね。でそれ気づいたから 今は「落ちてきたな」って言ったら「I am a lion! I am a lion! みたいな感じでもう無理やり自分をさ引っ張っちゃってこのハッピープレースに入れてるんだよね、うん、で他にも瞑想ヨガ運動食べ物とかも気を使ってますけれども個人的に結構これマジ効くねっていうのはインキャラテーションです。 All right、ちょっと時間5分超えちゃいました。Thank you so much for watching the video. And if you have any questions, どんな質問でもいいからあのわからないこととかなんか気になることがあったら教えてください。もう本当にねできるだけあの役に立ちたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。